止まらない物価高が生活を直撃する中、今、多くの人が足を運ぶ場所がありました。それが、ご希望とかありますか？買取専門店です。使わなくなったブランド品やタンスに眠っていた金に驚きの値段が。こちらがなんと15万。あ、本当ですか？はい。中には450万円の高額買取も。どんなものがいくらで買い取ってもらえるのか、その現場を取材しました。訪れたのは、全国に650店舗以上を展開する買取専門店の買取大吉。連日、多くの人が店を訪れます。買取の様子を見てみると、早速女性がやってきました。夫の実家を整理していて、はいはい、金のようなものが。あ、本当ですか？あ、じゃ金貨もわからない。わからないですけど、どうかなと思って。袋から取り出したのは金色に輝く指輪1個。これ金、はい、書いてあります。であるので、これが本当に金とかであれば、あの間違いなく10ぐらいはもしかしたらつくとは思うんですけども。なんかこう売ろうと思ったきっかけあったんですか？なんかまあ今値上げも結構さしてるので。あ、そうですね、今本当に金がね、はい、はい、高くなってますからね、はい、金の価格は高騰を続け、10年前1グラムおよそ4200円だったのが、今月24日の時点で9455円と2倍以上になっています。果たして本物の金なのでしょうか？こちらお調べしたところ、18金でございました。はい、こちらまでお付けします。はい、すごいですね、想像よりも。買取価格は15万円。最近全然値上げがあったり してるので、節約してるので、家族で久しぶりに推し物でも食べに行こうかな。同様に金を売りに来る人は多いようで、こちらの男性が持ってきたものは金だと思う。昭和天皇在位60年を記念して発行された金の10万円硬貨2枚です。しかし金は金でも。こちら金貨ではあるんですけど、お金なので買取ではないんです。プレミア価格としての買取になってきて、ご希望とかありますか？できるだけ自分を1円でも高い買取を希望している男性、一体何に使うのか。ゴールデンウィークが近くにありまして、その家族の旅行のためにちょっと旅行代金に充てられればなと思って、はい。金貨を売ってゴールデンウィーク中の旅行代金にするそうです。果たして買取金額はいくらに？もうここは振り絞ってここまで削ることができました。なんと10万円硬貨2枚の買取価格は35万円に。もうそれだけの金額になれば逆にお釣りが来るんじゃないかなっていうなんか余ったお金でグレードアップできればなと思います、はい、続いて紙袋を持って来店した女性が持ってきたのは。あ、本当ですか？ちょっと、若々しいんで。なるほど。いや、そんな、まあ、全然綺麗じゃないですか。使わなくなったルイ・ヴィトンのショルダーバッグ。どちらで買われたんですか？メルカリ。あ、メルカリ。いつ頃ご購入されたんですか、メルカリで？1、2年前
万円とかだと思うんですけど、うんうん、はい、ちなみに買われた時ってメルカリでいくらぐらい？10万ぐらい。ああ、なるほどですね。2年ほど前に10万円でフリマサイトで購入したものだといいます。希望の価格は？一応買った10万くらいよりはちょっと上を。いや、逆に一攫千金ですね。なるほど。そしてもう一つ持ってきたのが、なんか金なのかメッキなのか分かんないんですけど。あ、なるほど。なんかメッキだとしてもあのデザイン性なんか結構良さそうなので5000円ぐらいはつくとは思いますけど、うん、実家の整理中に出てきたという金色に輝く高価のペンダントヘッドです。噂で金が上がってるってことで、それももし偽物とかだったらもうダメですけど、値がつかなければもうしてます。果たして本物の金なのでしょうか。その鑑定結果は、まず結果から申しまして、はいはい、10万。あ、本当ですか？本当ですか？これがです。しかもこれが10万です。あ、本当ですか？偽物だったら捨てると言っていた金の硬貨に10万円の値段がつきました。さらにこちらがなんと15万。あ、本当ですか？はい。声がなのですいません、2つで25万円、はい、え、やばい。はい、やばいですね。10万円で購入したバッグはなんと15万円に。買取価格は2つで25万円です。これには女性もびっくりしすぎて大丈夫かな。驚きを隠せないようでした。25万円の使い道は、ちょっと外に行くことも増えたんで、美味しいもの食べながら旅行したいなって思います。続いては大きな段ボール箱を持ってきた夫婦。一体何が入っているのでしょうか。出てきたのはいくつものルイ・ヴィトンの箱。ところが開けてみると、今回はゲッタリー。でも古い。なんと持ってきたのは空箱。バッグなどは今も使っているそうです。しかも箱の中にはさらに箱が入っていました。実はこの店では、こういう箱も引き取っていただけるっていうのはの知って、持ち込まれた箱はおよそ30箱。いくらになったのでしょうか。じゃあこちらお買取金1000円ですね。お納めくださいませ。引き取ってもらえれば、あ、ね、うんうん、ね、しかもお金になるのがびっくりだよね。びっくりです。ちなみに今回の取材で一番高い買取は、カメラ取材 NG の男性が持ってきたカルティエの腕時計2本で450万円でした。意外なものに驚きの金額がつくこともあった買取専門店。物価高の今、関心はますます高まりそうです。